事故があったのは札幌南区川沿い2条5丁目の交差点です。午前7時50分ごろ、直進していた乗用車が信号機の柱に突っ込みました。夏タイヤでした。この事故で運転していた40代から50代とみられる男性が手の指の痛みを訴え病院に搬送されました。警察によりますと、札幌ではこれまでに雪が影響したとみられる事故が少なくとも30件以上、札幌などの高速道路では19件起きていて、警察は慎重な運転を呼びかけています。